ガンガタチャンネルはもう暇つぶし100ですよ。暇つぶし100。エンタッチをね、漫画家チャンネルなんて言って漫画家っつってさ、もうそれこそこんな著作権の世界で生きてるやつが絶対やっちゃダメなことじゃん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回も川上さんが来てます。はい、漫画家の川上です。よろしくお願いします。川上さんはもう知ってると思うんですけど、はい、漫画家チャンネルっていう YouTube チャンネルはやっています。はい、やってますね。ドキドキドローイングっていうチャンネルは教えているけど、なんかはっきり教えてないようなチャンネルなんだけど、なんか教えてないのにちょっと勉強になる。おお、いい。漫画家チャンネルはどっちかっていうと、なんか どういうコンテンツなんですか？あれでしょ、ドキドキドローイングがエンターテインメント50、勉強50だとしたら、漫画家チャンネルはもう暇つぶし100ですよ。暇つぶし100。エンターテインメントでも勉強でもない。もう本当に人生に時間が余ってしょうがない人がクリックするチャンネルなんで。最近漫画家チャンネルに生配信とその質問を投げるやつ最近やり始めましたんです、前回やりましたね。9月と10月に1回ずつやりましたね。特に日本のチャンネルで使ってるサイトは何ですか？使ってるサイトはね、あの質問箱っていう。質問箱。そう、これも全然使ったことなかったんだけど、元をたどるとっていう話なんだけど、生配信をね、別に俺もやるつもりも何にもなかったんですけど、あの最近知ってるか分かんないけど、切り抜き動画ってやっぱ流行ってるじゃん。なんか配信で面白かったところだけ、そうそうそう、面白かったところだけを他の人が切り抜いて自分のチャンネルで動画にしてるっていう、うん、でまあそこの元のチャンネルと収益を分配したりしながら、まあウィンウィンでやってたりするような。ああじゃあ公式、あ、まあ公式でやってて、やってるから、そうそうそう、一応公認でやってるみたいなチャンネルがまあ割と多くて、うん、でそれをあの俺自身が見るのが好きで、いろんな人の切り抜き動画、まあ本編でやっぱりね、生配信のアーカイブ残ってても1時間2時間も見てられないんで、そう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 、その中からかいつまんで1分2分になってるような動画だったら見やすいなと思ってそれを見てたんですけど、なんかね、俺もそんなんやってみたいと思ったんですよ。YouTube 始めたきっかけから何からそうだけども、本当に俺は編集したくて、まあこれもうね、漫画家チャンネル2人で最初やってた時は全く言ってなかったんだけど、うんうん、もう1人になったからバレバレだから言うんだけど、編集も全部俺がやってて最初からね、編集がとにかくやりたいって言って始めたんで、うん、いろんな動画を見ると、あ、こういう編集とかこういう動画編集してみたいなとか思って自分のチャンネルに取り入れて、こういうのやってみたりとか、あれのやってみたりっていう風にしてたんですけど、それを切り抜き動画を見た時に、あ、俺もやってみたいなと思ったんですけど、さすがにさ、人の配信から切り抜いて持ってきて漫画家チャンネルでアップするみたいなことはできないから、著作権的にもね、多分グレーよりはブラックよりの一応ね、漫画家チャンネルなんて言って漫画家っつってさ、もうそれこそこんな著作権の世界で生きてるやつが絶対やっちゃダメなことじゃん。うん、そうだ。あ、そうそうそう。なんで、まあそれはできないから、じゃあ自分で生配信やって自分で切り抜くしかないなと思って。まあそれに、その漫画業界は、ま、もちろん人数が多いんだけど、うん、まあ世界が狭いっていうか。ダメ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 。世界が広くてもダメだよ。そうそうそう。なんで、まあ配信、生配信やるしかないかと思って生配信をやろうと思ったんですけど、うん、言うてね、こんなどこの誰だかわかんないような漫画家が生配信いきなりやりますよって言ったって、コメント欄で質問くださいって言ったってそんなにつくわけないんですよ。そうですね。そんな2時間も喋るようなことが、できるようなコメントの量は多分来ないだろうなと思ったんで、うんうんうん、じゃあもうその生配信を始める前に告知して、質問もらったら全部答えますよっていう風に、その質問箱っていうのを利用したんですよ。いいですね、いいですね、うん、海外でそういう考え方は一応あるんだけど、使ってる人は少ない、うん、その質問箱は Twitter で返事する、はい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 、なんかツイートとして返事する。そうですね。でもその質問箱のサイトで質問もらって、うん、
で配信するのは結構なんか日本のチャンネルしか やってないと思う。そうなんだ。だと思ってる。でもすごいいいアイデア。そのストリーマーになりたくて、うん、みんなもうゼロから配信始まっちゃうんだけど、それだと3年経ってもまあなんか5人とか8人まだ超えてない。ね、やっぱそうこういう風にツイッターで人を集めて配信で返事聞きに来てくれるし、そういうのが結構いいスタイルだと思ってる。まあでも生配信を成立させるために視聴者を集めたいというよりは、最初にも言った通り切り抜きが作りたいだけなんで、別に視聴者は集まんなくても最悪よかったんですよ。質問が集めたかったっていう、ね、話したいから。そうだからさっきもね、ここで喋ってて、俺は改めて思いましたけど、漫画家チャンネル、俺一人でね、出て、編集してってやるようになってから、なんか、人に質問されて、話振られて、答えてるの、すごく楽だなと思いましたね。自分で考えてさ、この今日は、このテーマについて喋ろうかなっつって、自分で一から考えて、喋って、でそれを動画撮影してさ、うん、編集してるわけでしょ。途中でね、うん、何やってんだろうな俺って思ってて、誰が見んのこれと思って。でもさ、質問者がいて回答者がいるっていうポジションで喋る、ないしはまあ2人以上でね、この画角の中で喋るっていうのであれば、ここでは一応成立してるから、うん、そのちょっと虚しくならずに済むというか、うんうん、まあ別に誰も見なくたってここでは成立してたもんねっていうさ、うん、YouTube と生放送と比べて、はい、生放送の方が難しいって思ってる人はいるかもしれないけど、うん、実際にやると YouTube 動画作るには撮影、うん、編集、リリース、うん、結構やることがもう3倍になる。そうだね、生放送は本当にオンにして誰も来なくてもまあ普通にそこに数時間座れば、うん、オフにしたらもうやることはない。そうだね、動画は1本上がるもんね。小さいチャンネルが大きくなりたくて、うん、なんか一番やりやすいのが放送だと思って、結局数年経っても視聴者が集まらない。ああ、なるほどね。コンテンツ悪いわけじゃなくて、どこから来るかあまり考えずに、もうなんか放送オンにするだけで、なんか上手になんか大きくならない。ああ、なるほどね、うん。まあ生配信は生配信でね、その良さもあるんだと思いますけど、うんうんうん、まあ、俺はやっぱりその最初も言ったように編集したかった、動画の編集をとにかくしたかったっていうのがあるんで、まあ、生配信あんまり今までやってこなかったし、まあ、今回前回やった生配信も編集のために動画を見抜くために生配信の素材を作ったっていう感じでしたね。うん、だからまあレイヤーを分けてるって枠こんな感じかなって、これはさすがに分けとかないと大変なことになっちゃうんで。